今回紹介するのは「気泡か無犬」という本です。金沢出身の文学者に共通する特質は何だろうかと考えると有言、有限、正筆、深淵、いろいろ表現できると思うのですが、それはこの北陸地方の冬を生活することと関係があると私は思います。文学のみならず、鈴木大説。 西田キタローラの哲学者にも言えるかもしれません。器用か文学を頭ではなく五感で理解できるはず先生だからこそなし得たはず先生の作品の中で群を抜いた傑作だと思います。ほぼ原作に近い形でちゃんとストーリーを組み立てられている天守物語の怪したちも生き生きとしており原作の持ち味を殺していない。個人的には 怪人別荘のああ嬉しい。早く殺しての表情が何とも言えず好きである。この本で初めてハズさんに出会いました。もともと泉清香が大好きなのでかなり迷いながら買ったのですが読んでみて原作の持つ美しさや怪しさが全く損なわれていないのに驚きました。一度読んでみてください。以上。興味のある方は。 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。